はい、どうも、はじめまして、バンプです。はい、今回はね、みんなちょっと気になってる、シュターマンが今うまいというね、シュタキーがうまいということで、今回ね、シュタキーをね、検証していきたいと思います。今どんなもんが出るのかね、いろいろと検証していきます。それでは皆さん見てください。いきますぜ。はい、それでは1回目いきたいと思います。はい、アンロックシュタキーを使い、さあ何が出てくるかと言いますと、はい、スカル、まあ73強、ワイブプロ、タンカラー、デリー、APS、はい、ざっとこんな感じです。それでは、また2回目で会いましょう。レッツ。はい、こんにちは、やってまいりました。はい、2回目の挑戦です。はい、2回目のシュタキーはうまいのかということで。Why? いいよ、50連マガジンに4倍ダイアリー、ガンパウダー、これな、え、フラッシュライブもあんの。うわー、 M4 はうまくないな。これ満杯に入ってるねんけど、まあいいんじゃないですか。はいはいはい、こんな感じでした。まあうまいの、50連マガジンがいいね。はい、それでは3回目いきます。はい、3回目来ました。開けてゆく、ガチャということで、あ、今回少なめ。はい、ウィスキー欲しかったのはアクロックも欲しかったからの、はいはい、ドルからのディップ、あ、リップだ。あ、まあそういうこともあるよね。でも金額にしては結構うまいと思います。それでは4回目で会いましょう。さあ来ました、4回目です。あげまして中身を見させていただきます。はい、まあの量。はい、ブック、はい、なんかサプレッサー、ハンドガンの先っぽにつけるやつにダイアリーからの4倍よく6倍の変なやつにサプレッサーと、なんかナイトビジョンの、え、これ高かったっけ、高いやつだったっけ。あとはまあついでのね、イブプロということで、4回目こんな感じでした。はい、それでは5回目で出会いましょう。それでは5回目やっていきます。はい、腕がすごいと思った。5回目のチャレンジ。はい、 STN6、 はい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 、まあ GP コイン、大外れでございます。それではね、次6回目からオンラインでいきたいと思います。それでは、おら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 、よしよし、来、6回目いきますぜ。ごめんね、6回目、早く開けて、うわ、マックス、6回目、いいよ、うめえ、50連マージンうめえ。あ、いいよ、こっちの方がいい、これに突っ込んでいて。5-7、まあ持って帰ろう、もう帰ろう。さあ7回目のシュタキあげます。7回目、ちょ、殺さんといてよ、見る前に。これもう見た後だったら殺してもいい、許せよ、まだ許せる。7回目いきます。さあ7回目のシュタキは、まあ入ってる、いいよ。何これ、 SMT って何、ちょっと見たことないから入れとこう。でこれなんだ、いや、レベル4、 OKOKOK レベル4、タンカラー多いね。え、 RBPS なんとか、あった、これ欲しいやつでしょ、誰か。あーい、はい、8回目の挑戦。はい、行ってきます。アンロック、山殺さんといて、絶対サーチした後に殺して。はい、8回目、めっちゃ入ってる。ガンパウダー、はい、ダイアリー、はい、あのキャット、もう入るかな、ちょっと不安になってきた。あ、スカル、うまいんちゃう、はい、グレウーン、キャット、はい、ダイアリー、もう同じの入りすぎや。入ってオッケーオッケーオッケー、帰ろう。よし、9回目のチャレンジ。どんだけ立っとんねん。はい。オッケー、9回目のチャレンジ。さあ、今回の9回目は、おい、ライオンか。はい、ライオンに、MP5? はい、なにこれ、ナイトビジョン。これなんか、なに、M、これなに、初めて見た、ちょっと。持って帰ろう。ライオンか、そうでもなかった。さあ10回目でお会いしましょう。
ラスト10回目の挑戦でございます。それでは10回目、はい、こんにちは。お、マックスマックス、いいよ。アドレナリンにデリー、これ酒は違うからあげといて。お、これいいやつじゃん、ナイトビジョンの。わからんけど、キャット多いなほんまに。わ、またこれやん、この武器やん。何これ、 5.5 のクソ弱いやつや。あー、まあなんだろうね、まあ普通だね。 OK、 じゃあそれでは、はい、てことで10回どうだったでしょうか。はい、下キーね、まあ結果としてはどうなんだろうね、まあうまいっちゃうまい。うん、大体下キー今16万だったり18万だったり、そう、まあ20万いかない程度なんですけども、まあなんだろう、開けて別にマイナスというかそんなに痛くはないかな。中に RR とか出たらめちゃくちゃもうプラスになるんで、正直開けてもいいかな、お金に余裕があるんなら全然開けてもいいかなと思います。あとはね、そのボスが湧いてたら要注意でぐらいだね。うん、まあ場所としては結構射線切れるとこにあるから、まあ伏せてあさればなんとかなるよって感じかな。はい、そうね、毎回ね平均として15万ぐらい稼げるぐらい出てくるんで、うん、うまい、うまい。だから元は取れるんで、ぜひみんなは買ってみてはいかがでしょうか。はい、それではまた会いましょう。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。